皆さん、こんにちは、えー。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です、えー。今日はですね、こう野外で収録してるんですけど、この三脚のレビューをしたいと思います。これね、シルイさんっていうメーカーから発売されている、えー、AM324 っていう三脚ですね。32ミリのパイプ径で4段っていう三脚ですね。それから、雲台もですね、同じくシルイさんのやつで、この雲台の型番は何だちょっとわかんないんで、 あとで文字入れておきますけど、えー、最近すっかり主流になりましたね。このセンターポールのない、何、えー、ていうかこう収納のしやすいスムーズなタイプの三脚になります。この三脚ご提供いただいてるんですけど、使ってみたところ結構良かったので、えー、皆さんにご紹介したいと思います。 あの種類っていうともともと三脚っていうイメージですよね。のメーカーなんですけど、あの最近アノ,アノモルフィックっていうその動画用のレンズを出したりとか、あのー、なんかいろんな商品作ってるなっていうイメージがありますが、えっ、ー、と、この AM324 はですね、このグリップがロックナット方式っていうんですか。で、これね、途中からちょっと緩めて途中でカチンって言うんだよね。なんか、はい。 で,こ,伸ばすとでここもちょっと引っかかりがあってそれをもうひとひねりするとするっといくっていう感じですねこのなんか,引っか一回引っかかるっていう感覚が慣れればあこれここまで回したらもう伸ばしていいんだなみたいな感じで感覚的に操作ができるかなっていう感じもしますで全部伸ばすと 私の身長1 5 8センチあるんですけどその、えー、アイレベルぐらいまで身長がくる身長じゃない高さがくる感じですねうんいいですねでここを引っ張るとこの部分をこう引っ張ると、えー、三脚がこう角度が変えれるようになります ですねもうちょっとここ3段階変えれるんですけどもうちょっと細かく設定できるといいんですけどねこの間がね設定したい時があるから、えー、三脚ネジ穴がついていて、えー、ここがね4分の1インチネジですねはいでこっちが8分の3インチねジですねここは、はい、なのでここで追加のアクセサリーを取り付けることができます で三脚の合成的にはね、割と申し分ないかなっていう感じで、うん、あんまりこう、ひねりを加えても、歪む感じもなく、結構しっかり作られてますね。で、カーボン三脚です。はい。非常に軽くて、取り回しがいいですね。で、このですね、えこれわかるかなここの部分にですね、フックがあって。 ここ,にここの部分になんかこうぶら下げてちょっと重りにしたりとか何かアクセサリーここからフィルター取り出すとかね、まあ、そういうことをしたりっていうことができるフックがついてますねで私こういう三脚使う時に一番気になるのがこれ分解できるかってことなんですよ星空の撮影するときってこれすごいびちゃびちゃになるんですよねでそのまま収納してると中がなんか腐ってくるっていうかあの劣化してくるので必ずこれ外せるかどうかって確認するんですけど うん、問題なしですはい分解清掃が可能になっています三脚の足をこう取り外す時に注意しなきゃいけないのがここに小石とか挟んで待ったまま回しちゃうとガリっていってそこから故障につながったりするんで収納時は注意ですねでその時にここベタベタしてるとさ小石ついたりするんですけどあんまりベタベタしてない感じ このロックナットも結構動きはスムーズですね。うん。このロックナットのところもゴムとそうじゃないところとギザギザとあって、これね、ちょっと握りやすい感じになってる気がします。最初購入すると三脚ケースがついてくるんですけど、三脚ケースの中にえ今はこれ石突きゴムがついてますけど、 えー、この石づきゴムの交換用のスパイクがついてました。ちょっと今は、えー、この石づきつけてますけどもここをスパイクに交換することもできます。石づきのここのところに穴があって六角レンチここにぶっ刺してギュッと回せばか、えー、くこう締め付けられるっていうかこの石づきゴムを固定できる。スパイクを取り付ける時とかはあのよくなくすんでね、えー、この穴に六角レンチ突っ込んで。 ぐるるるっっとととと回すすすようにするとしっかりり石ききの取り付けができると思いますパイプ系 30mm ぐらいあると結構安心感があるのが普通の三脚って細い部分をなるべく使わないっていうね、えー、いうことがあると思うんですよだから高さ変えたいと思ったらこの一番細いところをこう縮めてこう使うというようなのがあると思うんですけどまあここまで太いと パイプ径 32mm ぐらいがパイプ径ぐらいあるとここをこう緩めてさここでその高さを調整するようなことを言っても、まあ、十分な合成があるのでパイプ径 32mm ぐらいあると高さの調節もこの近いところでやりやすいかなっていうイメージがありますでこの三脚は、ね、のここにゴムがついていてこれ分かるかな3本中2本にね このゴムグリップがついていてこのグリップがね寒い時とかだとこうなんだろう三脚が冷たくなるじゃないですかそういうのをちょっと和らげてくれるような感じがあったりとかで持ち運ぶ時に、えー、グリップを握って、えー、持ち運びは結構しっかりとつかめるというような感じですね三脚は、まあ、十分いいなと使いやすいなというふうに思いましたでこの雲台の方 見てみましょうか。雲台がですね。ええー、とここのネジでここのネジで。ここジで回転ができます、はい。回転ができます。で、こ,このオブネジで。高さ自由になりすね。こう角度とかが変えれるでね。ちょっと締めると。今だるんだるの状態ですけど、ちょっと締めるともう結構硬くなるんだ。で今何度ぐらい回しました。これえー、6 0度ぐらい回したんですかね？ 60度ぐらい回せば、もう十分がっちり固定できるので、なんか緩める、締めるが割と簡単に行えます。で、えっ、ー、と、ここ目盛り振ってあるので、えー、パノラマ撮影とかもしやすいかなと思います。ここの、えっ、ー、と、パノラマ雲台っていうこの横の動きに関してはカチカチいうタイプと滑らかに言うタイプってあるんですけど、えー 私の場合だとパノラマ撮影するときはカチカチいった方がいいんですよね。その15度ずつ動かすみたいな感じで、カチカチカチって、あ、何回、その、えっと、何回カチカチで、例えば1カチが5度とかだと、カチカチカチって言ったらもう15度だなみたいな感じでやっていけるんですけど、これは無段階で調整できるタイプなので、どっちかというと動画撮影とか、そういうこう滑らかな動きを求めるときに使うような感じのパノラマ運動になってますね。 一応自由雲台のこの頭の部分にもメモリがついています。で、上がアルカスイスになっています。でアルカスイスの、えー、プレートがついています。このアルカスイスプレート、面白いのが、こう分かるかなこの動画で。この部分ね、なんか赤になるじゃないですか。で、ね、この赤いやつをこう、起こせるんですよね。でもカメラをこう縦に取り付けると、 これストッパーになるんですよ回転防止になるっていう。で普通はだからこれあいらないなって思った時にまたネジ緩めて、えーま、これを引っ込めるっていうことが必要で工具がいるんですけどこれ工具なしでこれできるんでちょっといいなって思ったこれ。こういうプレートつけて、えー、この締め付けが悪くてグリーンってカメラが回転するとかよくあるんですけど。 その回転防止のやつがこう手で起こせるっていうね非常にこれは高得点ですね材質はね何だろう完全なアルミじゃなくてなんかなんか軽めのアルミみたいななんかメタリックなんだけどなんかなんだろうこれちょっと普通のアルミじゃない感じっていうか <laughs> ちょっとうまく言えないですけどで三脚のねここの部分が三脚のここの部分が結構緩んだりするんですけど あそこはここに、えー、六角レンチのネジ穴がありますんで、えー、キュッと緩んだなと思ったらキュッと回せば硬さの調整は可能になりますこの自由台の人はどうなってんだろうふっ。これね一瞬でやんないといけないですよねあこれ大事ですね、えー、三脚のこの部分ですね三脚のこの部分が4分の1ネジと8分の1ネジが えー、ちゃんと出ててくるこのバネ式になってますこれは嬉しいですねで水準器がついてるここに水準器がついてるんですけどこの水準器がねもうちょっと出っ張っててほしいな自雲台をつけると埋もれます見えなくなりますねでこの、えー、と雲台の硬さをこう調節する角度を調節する時に、えー、締めるこのノブネジもここにね六角レンチのネジ穴があって。 これで、えー、好みの硬さに調整することが可能なんだと思います。で、雲台には縦構図にしたときのここの部分でね、縦構図にしたときのこの水準器と、それから雲台の上部にも水準器がつ、はい、いております。で、この。 自由雲台は結構私好印象でなぜならば今カメラをつけてみたんですけどはい普通の、えー、普通っていうかあの過去の動画でも出したんですけど最近の自由雲台ってそのノブネジをこうノブネジ高さを調整するこのノブネジですよねこれが右側にあって 後ろに切れ込みがあるっていうタイプがあの多いんですよ。こう上を向いた時にこうカツンといってこれ以上上向かないよみたいなのが多いんですけど、えー、この雲台はですね、この大きいノブネジが高さ調整をするノブネジが左側についてるんですね。だからこう右手でカメラをこうグリップを握るで左手でノブネジを緩むで上に向けるっていう作業ができる。高さ調整がしやすい。だから。 星の写真を撮る人とかは結構操作のしやすいタイプの雲台ですね。みんなこうなってほしいんだけど、まあいろいろありますよね。であの、ついでにちょっと説明しておくと、その雲台の動画の中で、えー、お友達から、えー、問い合わせがあったんですけどね。まあ例えば仮に、えー、とこういうノブネジの角度で 上がが向けられるる自由雲台があるんですよそういう時にこう手右手握ってこう左手回り込んでこうやって握ればいいじゃんっていう風に言われたんですけどこれね、あのー、過去に、えー、自分の撮影ツアーに参加したお客さんで実際私もこうやって使ったらいいですよって案内した時があったんですよ。ただこれねその回しづらいので初心者の人はねやっぱね握り込めないんですよね。その人どううなっっったかというといい途中でガクンてて動いちゃってあのフィルターが ぶつかっちゃったりとかっていうことにはあったんですよね。だからね、やっぱこういう風に握り込んで使うっていうのはできるんだけど、あくまでま上級者向けっていうか使い方が分かってる人がこういう使い方をすればいいなっていう風に思ってて、まあ、それであのこの状この状態で上に向いた方がいいですよっていう話をしたんですね。で、この自由雲台の場合だとそれがないので締めて。 緩めてこう上に向けられるとこの左手と右手の,この分業がこうちゃんとできるっていうねいうような仕様になってるのでこのうんだいはね結構私は使いやすいうんだいだと思います。で低重心で結構、えー、妙にこの高さの出ないタイプのうんだいになるのでどっしりと構えられていいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、そんなところですかねあのと こういう、なんていうかね、海外製の三脚って、ほんと最近品質が上がっていて、あのー、ちょうど私もこの手のタイプ1個ですね、壊れちゃったっていうか、あの、修理しなきゃなみたいな状態だったんですけど、代わりにこの三脚が来たので、これでいいかなって今思ってるんですけど、すごく使いやすいので、まあ皆さんにもおすすめできるかなと思います。これ何回か撮影で使ったんですけど、全く問題なく、でさ寒い中でも、このロックナットのこの部分が、寒い中でも硬くなるとか、 えそういういこともなかったです非常に快適に操作することができてあのこの自雲台のなんか60度ぐらい回したらもう固まるっていう仕様は結構私は使いやすいかなと思いましたで上向きやすいですという感じですねはいじゃあこんなとこですかねはい、えー、この三脚気になった方は概要欄のリンク先から朱井さんのえー 三脚のページぜひ見てみてください、えー、それでは今日はここまでになりますまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけねどうもどうも